何しろ隔離世が陛下を介して手に入れたのは全知全能イスタルシアに座する創世の神そのものなのですから。イスタルシアの神様？間違いございません。下界へと引きずり出されたことで少々弱っておいででしたが。破壊と再生をもって空の世界を育んだ空の神と崇められる大いなる竜。その空の神の根源であり大元となったものこそイスタルシアに座する神であり、陛下が果てイスタルシアより引き出した力の源はこの創世の神なのです。創世の神の力、あの膨大な力の本流はそういうことだったんだ。空の神は空のあまねく存在の源、そして創世の神と空の神はいわば親子のようなもの。その因子から先祖をたどるように陛下は創世の神のおわす果てへとつながった。あ、いいな、つながってしまったと言うべきでしょう。隔離世は父兄にも陛下を扉として利用し、果てイスタルシアに手を伸ばした。そうして創世の神を引きずり出し己の内へと取り込んだのです。団長のあの力の源はイスタルシアにあったのか。ある意味でもうイスタルシアは目前だったってこと。まあ自分が扉になっちまってたってんなら近づきようもねえだろうが。にわかには信じられんな。空の神だの創世の神だのと、まるで創世神話の世界だ。隔離世はこの世界そのものを食らうもの、そういう相手なのです。でもよ、それだと何かおかしくねえか。創世の神ってのが空の神の元になって、空の神は空の存在の元になって、それじゃあ創世の神はもう残ってねえはずだろ。どうしてイスタルシアにいたんだ。それは我が輩よりも青の少女の方が詳しいでしょう。私が神とは偏在するもの、神であるならば分霊を作ることなど造作もない。その恩恵は青の少女だけでなく陛下もよくご存知のはずですよ。そういえば聖少女は契約した島にいても慈しみで私たちに力を貸してくれて、
それと同じことです。何を危惧してかは神のみぞ知ることですが、創世の神は全ての始まりの前に自らの映し身を作り、世界の果てに安置した。その場所こそ果て、創世の御座イスタルシアであり、今や隔離は映し身の創世神を手中に収め、その力を我が物としてしまったのです。とはいえ、いかな映し身とはいえ、隔離王はどうして創世の神を取り込むことができたのか。創世の神は何よりも尊き存在であり、何者にも決して侵されない。それが摂理というもの。しかし事実として、隔離王は創世の神を取り込んだ。つまり考えられるのは、創世の神よりも古い神話にすら語り継がれぬ何かがあるということ。そうであるなら、私があのお方のためにすべきことは。